スカンターレ、いつもカンターレ、オカリナ、並びにオカリナ、チュークご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。平本浩太でございます。今日もですね、進めていきたいと思うんですけど、いつもね、僕ね、ここにオカリナ塾のやつ乗っけてるんで、これがオカリナ塾だと思ってる人いるんですけど、これはオカリナ塾ではないんで、オカリナ塾っていうのは、僕が認めた次世代の今本当に4人かなプラス山村先生で回してて、20代の男性、音大卒の人がちゃんとエビデンスで教えるっていうのがオカリナ塾なんで、なんかオカリナ塾って僕書いちゃってるんでね、これがオカリナ塾かと思ってるんですけど、これはあくまでも、カンターレの制作者が、教えますという YouTube なんで、いつになったらメールいただきましてね、きちっとした授業が始まるんですかって言うんですけど、これそうじゃないですすいません結構タイトルにね、オカリナ塾って僕入れちゃってるんで、オカリナ塾っていうのに入っていただくと、うちのホームページから飛べるそのキーワードっていうパスワードをお教えしますんで、そこにいっぱいもう、3ヶ月分ぐらいのものが溜まってますからね、今入っていただければいいかと思いますんでね。で、もう少しするとそれが見れなくなっちゃうシステムになっちゃうんで、今すごい非常にお得だと思いますんで、よろしくお願いします。これは私の、制作者が怒るYouTube なんでね。はい、ということで。でね、この間ですね、難しい曲が好きですか？優しい曲が好きですか？で、大まかな性格がわかりますよってのやりましたよね。まだ見てない方は、ここにこうサムネあるんですけど、これが終わった後に飛ぶようにしておきますんで、ぜひ見てください。あれも結構面白かったんでね。で、この間は、難しい曲が好きな人はこうだよとかね、優しい曲、簡単な曲が好きな人はこうだよっていう、2択だったじゃないですか。で、今日も2択です。もう2択大好きですからね。で、今日は、今から吹く2つの曲のうち、どっちが今のあなたにとって聴きやすかったか、あるいは、吹いてみたくなったか、オカリナでね。多分これ見てくれる人っていうのは、結構オカリナをやってくださる人がいて、で、実は違う人も見てくれてて、この間びっくりしたのが、ガス屋さんがこれ見てくれてるっつって、なんか YouTuber ですねって言われて、ね、ガスをこう運んでくる人ね、ありがとうっつって、だから見てない人もいるかもしれないですけど、吹いてるね、オカリナやってる人ばかりではないかもしれないけど、大体はオカリナやってる、女性が多い、男性が2割ぐらい、もうちょっと多いかな今、なんで、じゃあね、今から2曲含むんで、フラットな気持ちでどっちがいいかね、どっちがいいか、完成度は別よ、今初見で吹くからね、完成度は別にして、どっちの方が好きか、こうスッと入ってきたかね、この頃ね 3F がね売れててね、僕 3F いいと思うよ、2G もいいけどね。ということで2択なんで、じゃあ1ね、1これです。はい、これが1。聞きました？じゃあ2。ということで、
1曲目にやったのが、オーシャンゼリゼ。で、2曲目にやったのが、ドナドナということで、多分ね、皆さん1回か2回ぐらいは吹いたことあるんじゃないかなっていう、まあ、オカリナでもやる名曲なんですけども、さて、あなたはどちらの方が今聴いてて、スッと入ってきたでしょうか。さあ行きましょう。オーシャンゼリゼの方が良かったよって方。あれですよ。完成度じゃないですよ。曲ね。オーシャンゼリゼ。はい。ドナドナの方が良かったよって方。はい、OK です。おばちゃん。実はですね、これでですね、何がわかるのかっていうと、今選んだ曲によって、現在のあなたのおおよその心境がわかるんです。ということは、まあどういうことかってことは、まあ簡単ですよね。めちゃくちゃ対比があったと思うんですよ。曲で言うとね。だって、一個がオーシャンゼリゼだからね。もうパリですから。オーシャンゼリゼ、ね。で、二曲目は、もう、ドナドナですよ。なんで、めちゃくちゃ明るい、オーシャンゼリゼ。それと、めちゃくちゃ暗いドナドナを僕は吹いてみたんです。非常にね、こうバイアスがかかるような曲をちょっと吹いてみたんですけども、ということは、まずオーシャンゼリゼを選んだ方っていうのは、おそらくですよ、現在の心境は明るい、もしくは気持ちがいい何かがあったとかね。例えば今日、コスメをちょっと買ってきたとかね、ランコムとかね、わかんないけど資生堂とかね、ちょっとこうデパートで買ってきましたっていうと、なんとなくオーシャンゼリゼでしょ。で、いや実はなんか身内に不幸があってとかさ、なんかこの頃さいいことないなって思ってる人ってドナドナ選んだ人は多くないですか。これもですね、実は、アメリカの研究結果で、被験者はそんなに多くないんですけども、まあ、科学的に出てて、曲を、どういう曲がいいかという、その、選んだ曲によって、その人の大体の気持ちっていうのは同調、いわゆるシンクロしてるっていう、結果が出てるんですよ。だから、オーシャンゼリゼのような明るい蝶々系の曲を好きだっていう人は、多分、今のあなたはハッピーなんですよ。で、ドナドナのように、うわーってこうね、ため息が出ちゃうような人っていうのは、ドナドナを好むという、まあこれはデータ結果が出てるんですけど、どうでした皆さん。確かにね、例えば、まあ、さっき言ったように、イヴ・サンローランのね服を買ってみたりとか、なんかこう口紅買ってみたりしたらドナドナの気分じゃないよね。でなんかこう、コロナでなんかうまくいかねえなとかね、なんか今日も雨か、なんかなんだろう、洗濯物乾かないなって言った時ドナドナって感じじゃない。でそこでが実はシンクロしてるんですよっていう話なんですよ。どうですか皆さん。まあこれも人それぞれだから、バシッと当たらずもう遠からずって聞いてください。でも一応そういうデータが出てるんですね。それで、これからどういうことが読み取れるかっていうと、例えばハッピーな人が、暗くなりたいとは思わないじゃん。ね、だってハッピーなんだから。例えば僕だったら車の雑誌とかね見てたりして、車屋さんに行って買ったりしたらよっしゃハッピーってなってんのに、暗くはさバイアス触れたくないじゃん。やっぱり人間どっちかっていうとハッピーにはいたいわけよ。となるとドナドナを選んだあなたなんですよ今日は主人公は。オーシャンゼリゼを選んだ人はそのままで OK、 だってハッピーなんだから。まあ、ハッピーがいいかどうかっていうのは分かんないけどね。人それぞれね。こう、ってなってる方が悲劇の主人公っぽくていいっていう人もいるからね、それは。中にはね。でもやっぱり、沈んでる時は、こう、なんかこう、明るい方にどっちかというと行きたいじゃん。
ね、でそういう時にじゃあどういう曲をオカリナで演奏すればいいのかっていうのがこれが今日の本題なんですよ。で今までで分かったのはオーシャンデリゼを選んだ人っていうのはすげえハッピー超ハッピーだからそれはそのままで OK、ね、でドナドナを選んだ人ですよ、ね、でこれからねハッピーに持っていく、まあ、持っていかない人は別にいいんだけど持っていきたいなと思う人はどういう曲を聴いたらいいか、ね、オーシャンデリゼのようなのを聴いた方がいいのか吹いた方がいいのかこれは違うんです。あの自分が気持ちが単調系に単調ね単調系に落ちてる時っていうのは無理にオーシャンゼリゼのような明るい陽気な曲を聴くと逆効果っていうのがこれは明白に分かってるんです。だから今ドナドナ選んだ方でもう一回オーシャンゼリゼ聴いてみてください。なんか頭くるかなでオーシャンゼリゼを好きな人はそれで全然いいんだけどね、うん、だから気持ちがなんかこうあっていう人はできれば単調を聞いちゃった方がいいんだよって言うんですよ。なんか元気出しなって言って明るい曲を無理に聞くよりももうドナドナなんですよそういう時は。そして自分を見つめてそこからこうそのなんていうの精神的にこう上がっていくっていうのがその一回沈めちゃってから上げた方がいいらしいですね。ですからやっぱり沈んでる時ってなんかこうイケイケの曲聴いちゃおうとかさそういうイメージはあるじゃない。でもそれは科学的に言うとあまりよろしくない。もうドナドナなんですよ。ドナドナですからね。もう見えましたよね。まっすぐな道にさ、豚さんなのか、牛さんなのか、鶏さんなのかわかんないけど、揺られてますよね。うん、だから気分がちょっと落ちてる時っていうのは、あえてあげることはないんだよということ。うん。ドナドナ吹いてみてください。染みますから。そこから、明るい。よく言うじゃない。日差しの前が一番暗い。そういう時に無理やり日光を浴びたら眩しいだけ。まあオーシャンゼリーで選んでる人はイケイケで言ってください。気持ちがちょっと沈みがちの人はドナドナおすすめです。レッツカンタレ。